ます。こちら45歳のおっさんです。お疲れ様です。今まで生きてきた中でスタミナという言葉を腐るほど聞いてきましたが、元気選手の考えているスタミナって何ですか？やっぱり体力とイコールなんでしょうかと。はい。でところでこちらの回答は、単純に体力とエネルギー残量の合計だと思います。スタミナなら走り込みというように体力的な意味でも使われますが、食べてスタミナ回復のようなエネルギーみたいな扱いの時もあります。まあ体を長時間動かす能力的な意味でしょうかと。まあね、ちょくちょく日本のスポーツ界に登場するそれっぽい曖昧な言葉、パート2って感じですかね。パート1はセンスとかでしたっけ、だったと思うんですけど、まあ今回はスタミナに関してですね。まあスタミナって聞いたらね、某バイキングのスタミナ太郎がね頭に浮かぶんですけどね、自分の場合には。まあね、単純な体力っていう意味なのかな、スタミナ。はい。まあ言葉を意味調べればね、一種の答えは出てくるような気もするんですけど、まあ2パターンの意味ですよね。今さっきも言ったように体力っていう意味なスタミナっていう部分と、まあ運動するためのエネルギー的な意味合いでのスタミナ。まあね、まあ一緒なのかな、結局は。体を長時間動かす能力。まあ答え出てるっちゃ出てるんですけどね、スタミナ。まあね、スタミナラーメン、ああそうですね、天理スタミナラーメンとかもありますね。まあエネルギッシュ的な意味合いですよね。まあ自分の考えるスタミナとしては元気があるっていう感じですかね。ただ単にね、長時間走れるだけでもまあそのスタミナあるってわけじゃないですし、要はレース終盤になってきて疲労してきている、その中で動けるかどうかっていうのはね、結構スタミナっていう部分ではあるかなと。終盤でもパフォーマンス落とさずに走れると。まあね、結局のところは200キロ走って余裕があるってことは300キロ走る体力が残っているからっていうようなね意味合いにもなってくると思うんで、スタミナっていう話ではね、結局体力的な意味にはなってくると思うんですけど、まあね、体力、スタミナ、まあ、パフォーマンスが落ちなければスタミナがあるっていうふうには言われますよね。青選手スタミナがあるって、200キロ走ったレースでも最後にしっかりもがいてくる、上りで相手の選手をちぎるような体力があるっていうのをスタミナがあるっていうふうに言います。まあ体力でしょうね、持久系の能力が高いとか。はい。難しいですよね。ゲームとかモンハンとかだったら体力、ヒットポイントとスタミナゲージは別だったりしますからね。ヒットポイントなくなったらゲームオーバーですけど、スタミナがなくなったら走れなくなるっていう、運動パフォーマンスが極端に下がるって感じですかね。倒れるわけではないけど、その運動、やっぱそうですね、高い領域でのパフォーマンスを長時間維持するだけの体力がなくなるっていうようなイメージなんですかね。まあスポーツのスタミナね、スタミナとね、ゲームのスタミナを一緒くたにしてしまうっていうのは少しどうかなと思ったりもするんですけど、まあね、スタミナと体力、まあヒットポイントっていうのはね、ゲームのヒットポイントっていうのはね、なくなったら倒れるってことですからね、受けれるダメージ的な意味合いがありますよね。何なんでしょう、例えばボクシングでいうところのノックアウトされるっていうのと
後半にパンチ打てないくらいにへばってくる、体力がなくなる、そういうイメージになるんですかね、格闘技で言えば。はい、うん、まあ身体的ダメージと体力的エネルギー的な、部分になるんですかね。よくわかんないですね、スタミナって。これは答えが出ないですけど、まあ自分のねイメージとしては、単純にね、そのコンタクトスポーツじゃないんで自転車って、まあスタミナ勝負の部分はありますよね。そういう、なんていうんですか、直接の殴り合いとかそういうものはないですから、自転車は。まあ時々場外乱闘してるような選手もいますけど、ですからね、基本的にまああれですかね、後半にアタックできるとかいう部分がスタミナになってくるんですかね。まあそのあえて言うのであれば、アタックされても耐えれるのが体力、アタックできるのがスタミナ。まあ元気いっぱい的なイメージはありますよね、スタミナが高いと。はい、ですからまあね、スタミナね、体力でいいと思うんですけどね。まあ長距離走れればスタミナあるっていう印象を受けますよね。例えばそのスタミナがなくても長距離は走れるわけです、ゆっくりだったら。実際300キロ走るってなっても、時速20キロ15キロですごいゆっくり走ってたら、体力あるけどスタミナはどうかっていう話にはなるわけじゃないですか。でも、時速30キロとかで300キロを10時間で走り抜けたら、あ、スタミナ結構あるじゃんっていう話になるわけです。っていうことは、まあその高パフォーマンスを維持できる能力っていうのをスタミナっていう意味合いで捉えていいのかなと思うわけですね。今話しながら少しずつ考えてはいるんですけど、まあね、その体力っていうのが単純に、まあ、こなせる運動量であるとするのであれば、スタミナっていうのはそのこなせる運動量をいかに早く短時間で高出力で行えるのかっていう部分をね、スタミナによって決まってくるって感じで考えていいのかな。はい、要は体力が、なんていうんですか、容量、例えばこのプロテインシェイカーで話をするとすれば、体力っていうのがこの 500ml マックスだったとして、スタミナっていうのが、じゃあここから出ていく蛇口がついてるとして、その蛇口の大きさ的な感じですかね、スタミナ。まあ結局ね、こなせる総量は変わんないんですけど、それをいかに早く短時間でこなせるかっていうのがスタミナ的なイメージ。はい、スタミナが弱ければ少しずつしか能力発揮できないんで、体力の減りは遅いですけど、同様に速度も遅いと。逆にスタミナがあれば、なんていうんですか、2倍3倍の速度で走ることができるので、結果的にトータルの運動量は減りますけど、運動時間は減りますけども、出力が高くなると。だから体力つけてスタミナつける、これ両方がね、どんどん大きくなっていけば、こなせる運動の総量も増えますし、それをより短時間でこなすこともできるわけです。はい。要はね、わかりやすい話が、200キロ走るときに、200キロ走れる人がいますと、2人。まあ、体力的には一緒です。でも、スタミナ的には、まあ、10時間と20時間かかる人、要は時速20キロ、10キロで走れる人で、スタミナがどっちがあるのかってなったら、速い人、10時間で走れる方がスタミナがあるって話になるのかなと。うん。そうですね。よくわかんないですけど、難しいですね、意味合い的には。まあ、そういう数値的なもんじゃなかったりするのかもしれないですけど、スタミナっていうのは高パフォーマンスを長時間発揮し続ける能力っていうイメージでいいのかなと思います。うん、難しいですね。
まあその強いっていうのをね、単純に強いって言ってしまうとなんかあやふや曖昧でなんか伝わりにくいから、それっぽい言葉でスタミナがあるっていう風に表現するのがそうなのかなと思ったりします。そうですね、難しいですね。これは体力とは少し違う気がしますね。実際スタミナが切れても体力があれば走れますからね、失速はしますが。だから体力を最後まで太い出力のまま、太いパワーのまま絞り出せることができるっていうのがスタミナかなと。そうですね、そんな感じでいいかなと。少しなんかよくわかんない感じかもしれないですけど、これでまとめましょう。はい。